次、PC、スマホね。ですね、パソコンに関しては、まあ、ちょっといいやつになるのかな。これですね、書いてあったレイトリックの AT、ドスパダさんの、いわゆる BTO パソコンですね、買っております。組んでもらったね、やつで、ね、自分でカスタマイズしてねっていうところですが、レイトリックっていうね、いわゆるクリエイター向け PC というので、特化して作ってるやつです。まあゲーミング PC と何が違うかというとね、やっぱスペック的にはだいぶね、ゲーミング PC と似てくるところは似てくるんですけど、細かいところね、例えばね、やっぱ、できてるなと思うのは、ハードディスクがね、のソケットがかなり多めに作ってあるのと、それに対応できるように、やっぱね、電源も強いのが積んであったりとかね、いうところとかが、特徴になってくるかなと思います。で、スペックはね、一応見ておきましょうか。スペックは、こんな感じでね、ちょっとごめんなさい、字が着しか出せないな。AMD はまず、Ryzen の 7-3700 ってことで、Ryzen シリーズの、やつで、これが、8コア16種類のやつですね。まあ、ハイエンドモデルがライデンのラインっていうのがありますから、その一つ、手前になるのかな、ですけどね。まあ、これでね、十分回ります。CPU に関してはね、十分に回りますし、もうちょっと言うと、もう一つグレ、ワングレードとか、ツーグレード落としても、そんな、凝った動画を作らないんだれば、全然できます。インテルで言うと、セルロンとかだとちょっと、厳しいかなと思いますけど、そうですね、4K とかは絶対無理ですね、このパソコンだったら 4K もいけるのはいけます。パソコンの方は 4K の、動画とかも作れるようなスペックにはしてあります。で、それはね、どっちかというとね、CPU も大きいんですけど、これはね、どっちかというと効率よく仕事をするために必要なところで、どっちかというとでっかい容量を処理するならばメモリーですね。で、私の PC はこれ 16GB ってことで、一般的なパソコンは多分 4GB とか 8GB あったらちょっと多いかなってなりますよね。安いパソコンだとたまに今でも 2GB とかって聞くんで、2GB、4GB は今の時代ではちょっともう動かせないんじゃないかなと思いますけど、うん。ちょっとね、使っただけでなんかガリガリガリってすごく重くなるパソコンあると思うんですよ。あれなんかそうですね。っていうことで、うちは16作ってますし、16あればまあできます。前に組んどったパソコンは、実は前に持っとったパソコンの方は 24GB あったんで、メモリーはね、くっそ大きく作ってあったんですけど、まあ16あれば大丈夫かなと思います。だから 4K ですっげー長いやつとか作るってなると多分 16GB でも、エンコードかけるときはもう全部他のやつ全部落としてとかってやらないといけないって感じですね。他のやつでも多分8GB とかでも作れんことはないけど、もう他の、ソフトウェアを全部一回、全部、バッテンボタンを押して消してねとかっていうふうにしないときついかなと思います。このあたりかな。Mac でやる場合は、基本的にそんなに気にしなくていいです。Mac は基本的にグラフィック処理で全部、やるよ。そういったクリエイターさん向けに、作ってあるパソコンがほとんどなんで、だからね、安いのもないですけど、基本的には MacBook とかだったら、問題ないのかなというような認識です。すいません。私、Mac の方は使ってないので、あんまり詳しくは言えないんですけどね。で、ハードディスクは、まずね、メインのディスクが SSD ですね。のやつが、これは何ギガ 1テラのね、やって組んであります。ただ、私は、この、SSD に関しては、本当にもうソフトウェア、OS ソフトと、基本的な、この後紹介する、編集に使うソフトウェアとかの、データとかぐらいしか入ってません。基本的にパソコンで、カメラでね、収録してきたデータっていうのは、実は、こっちじゃなくて、ハードディスク、外付けのハードディスクを用意して、そこにしまってあります。これじゃないな。どこ行った？こいつですね。3.6 ってなってますけど、まあ、4テラのね、外付けのハードディスク、USB の 3.0 で繋いであります。で、なんでね、なんや、ハードディスクに、ね、入れるより SSD の方がいいんちゃうの？今はね、SSD の方が主流になってきてますけどね、っていうことなんですけど、これいくつか理由があります。一つ目は容量が大きくしときたいのと、実はこのパソコンの前からね、私、動画、編集活動、クリエイター活動をやってますんで、そうするとデータはね、古いパソコンから引き継ぎするので、ね、外付けディスクだったらもう、あとはね、USB パチパチって差し替えるだけでね、いけるんで、ここに、基本的に収めています。
で、収まらなくなったやつはちょっとね、またちょっといろんな裏技があるんですけど、別の場所に、ちょっとクラウドで、ちょっと、裏技で、実は動画を、ね、保存するね、裏技があるんですよ。で、基本的にこの4テラの中で、編集中のデータとか、あとちょっと前のデータとか残しておいて、まあまあまあ、しばらくは、そんな、すぐには使わんやろなっていうやつは、ちょっと別のクラウドのところに移したりするような形で、データ4テラ以内で抑えるように使っております。今2テラぐらいしか使ってないんじゃないかな。ちょうど、溜め込んでたね、桜神社、桜神社、合格機関のためとか、あとドライブ動画のね、動画とかのデータが全部消えましたんでね、だいぶ軽くなってますけど、っていうのがありまして、なんでね、じゃあハードディスクに保存するのかって、一つはそれ、移行がしやすい。でもそれは SSD でも一緒なんですけど、二つ目の理由としては、これね、やっぱ耐久性の問題ですね。これ HDD も 3.5 インチのね、方のやつで4テラにしてるっていうのも、その理由の一つなんですけど、やっぱ SSD は、何年もね、使ってると、やはり耐久性がね、だいぶ差がついてくるということですね。特に、動画データをね、ガリガリとやり取りをする場合っていうのは、この容量っていうのをすっごくドーンと食ってね、一時期うちのね、このやつも 3.3 ぐらいまでいったかな、ガッツガッツに使って、で、それをまたガーッと編集終わってやったら、そこでまた何キャバイトというでっかいファイルがね、画像ファイルの何千枚分というデータがね、どかどかと出来上がるわけですよ。で、それをね、また消してってやるんで、で、その時に SSD に行く人っていうのは、いや、その処理が早くできるから、絶対 SSD の方がいいよって、いう人もいます。実際 SSD の方が早くできます。例えばその動画を読み込んだ時のね、待ち時間とかも、よく東海オンエアの虫さんがね、ラジオとかで、言ってらっしゃるのを聞いてる方だったらね、知ってるかなと思いますけど、まあ、読み込みの待ち時間って結構長いんですよ。フル尺の動画をね、ポンって作ろうと思うとね。ですんで、その時間っていうのがすごくかかりますんで、それが SSD の方が早くできるんですわ。そのデータの読み込みや書き込みが早くできるんで、何倍だったかね、ちょっと忘れたけど、っていうことなんですけど、その分ね、メモリーなんですよね。その SSD と HDD の違いっていうのは、また専門的にね、やってるチャンネルだと思うんで、ここでは深くやらないんですけど、HDD の方が読み書きは遅いんですけど、ディスクっていう、結構頑丈なもの、ハードディスクっていうね、頑丈なやつを使ってるんで、何回書き込みしても、そこまで、傷が入りにくいんですよね。で、それに対して SSD っていうのは結構何回もデータにやり取りをすると劣化しちゃうんですよね、結構データが。SD カードと同じ構造になって。で、ハードディスクの方のが、物理的に結構読み込んだ場所で端でね、シーって読んでくんで、その読み込みをするね、時間とかがかかってしまうんで、ここからこのデータを読み込んでって言ったら、ピーって端をね、物理的に隠さないといけないとかっていうのが、ある分ね、遅くなる。その分 SSD はね、いわゆる SD カード、メモリーカードもまたこの後紹介しますよね。と同じような感じで、入ってきたデータで、はい、ここ読んでっていうのが、すぐにね、できるんで、その分、早くできるんですよね。ただ、その分ね、ガチガチやったところにだんだんちょっと傷が溜まってくるんですよね。で、よく SD カードでもね、SD、長いことね、スマホの中で使った SD カードはね、あれ、なんか赤くなったとかっていうことはあるかもしれない。ね、経験ある方もいらっしゃるかと思いますけど、っていうのは、このあたりのところから絡んできます。ですのでね、ハードディスクに私はデータは入れております。ということですね。これもう今、ですからね、4年近く使ってますから、全然大丈夫ですね、っていうところですね。で、外付けのハードディスクね。で、あとは、GPU ね、は、これ何て言うんですかね、いつも知らない、忘れるんだよね、調べると、NVIDIA ダイヤさん、NVIDIA だったっけ、GeForce ですね、要は、GeForce で、組んでありますね。まあ、AMD だったらね、AMD すぎたら名前、なぜ用意かんのかって話なんですけど、まあ、やはりね、ここはちょっと GeForce で組んで、1660ですから、ね、ハイエンドモデルではない。この値がね、やっぱゲーミングパソコンだと、もっとね、グレード高いところになってくるんですけど、まあ、うちの場合ね、まあ、これぐらいで十分、いけるかなと思います。4K でもこれでいけますよ。編集とかに関しては全然、シームレスにできますからね。いいと思います。うん。
そういったね、撮ったりするのも、うん、クロムグラフィックボード使いますけどね。今これ、その見方出てなかった。今撮ってる段階でのグラフィック処理の使い方ね、GPU の使い方が、こんな感じでね、全然余裕ですからね。ですからもう、これなら、全然いろいろ超えたりするのも、それこそゲーム動かしながらね、やったりするのでも、ですから、ガッチガチのね、ネタゲーを、動かしながら実況配信するにはちょっと弱い、かなっていう感じもありますけどね。多分そうすると、ちょっと片付きが出たりとか、ラグができたりするんで、特にアクションゲームなんかだとだいぶ、ちょっと影響は出そうかなとは思いますけどね。私がやらないので、ちょっとそこら辺はね、わかりませんけど、簡単な、ゲームとか、そうね、でしたら全然できます。やる分には全然問題ないです。ただね、その実況とかまでするぐらいのハイエンドを求めるにはちょっと厳しいのかなっていう感じですけどね。一般的にはこういった作業をするぐらいは全然問題なく、もうずっこずっこ快適にできます。で、これが、いくらだったっけな。値段か。値段がね、買った時の値段で 178,178,178,178で、ね、覚えやすかった。これ送料込みでね、この値段で買いましたね。まあ、ですから、ちょっと、やっぱ、いいのはいいパソコンになっているのかな、ということでございます。普通、まあ、安いのだったらね、5、6万とかで持ってますけどね。まあ、ですので、作って本格的に、ある程度ちょっと本格的に、10分ぐらいね、10分、20分ぐらいの動画を、まあ、4K じゃなくてもね、作ろうかな、というんだったら、10万あれば、まあ、全然作れるかな、いけるパソコンになると思います。まあ、ただね、一番いいのはね、詳しい人にね、私もよくね、そういう相談乗ったりすることありますけど、こういうのやりたいけど、どれぐらいのパソコンの方がいいって言ったらね、あ、これやったらこれでこれでしたらいいよってね、言ったりすることもありますんでね、まあそういったね、詳しい方に聞くのが、具体的にね、どれぐらいのことをしたいか。で、それを、ぶっちゃけた話、オースとか、ね、秋葉とか、あっちの方行ったら、店員さんに聞けばもう一発でわかりますんで、もう店員さんは私なんかでも何百倍も詳しい人かね、ずらっと揃ってますから、特にね、ドスパラとかね、マースのね、直販とか、つくもとさんとかね、ああいうところとか行ったらもう詳しいね、専門の方がいらっしゃるんで、こういうことをやるのに、こういうようなことをやりたいんですけど、って言ったら、あ、じゃあこれぐらいのスペックで、これぐらいでいいですよ、って教えてくれるんで、それでいいかなと思います。まあ、私に全然相談してもらっても、全然対応しますけどね。で、あとはもう一つスマートフォンね、これはアコースのセンス3っていう、AU のね、パソコンでやつを使ってます。今普通だ。よかったよかった。まあ、こんな感じでね。スペック的には、メモリーとかちょっと忘れたな。ただ、やっぱね、カメラの性能がいいよっていうのがね、売りなんですけど、これ、ただね、一つだけ失敗したのが、時々言ってますけど、すぐオーバーヒートしちゃうんで、すぐにね、熱持っちゃってね、エラーが出ちゃうっていうのは、ちょっとね、これはね、なんか改善の方法がないかなと思うんだけど、最近でも結構、性能のいいカメラって、この現象を抱えてるの多いらしいんで、まあ、これも一応一旦のところかなってなります。まあ、それもあるんでね、私は基本こっちの方を使ってます。ということですね。で、まあ、こんなところからスマホとかはこの辺りですね。で、まあ、あとはちょっとこの辺りの付属品というので、